コンピュータープログラムに天気予報の情報が取得できるとプログラム上でで実現ききることにに非常にはまられてきます今回は天気予報の情報を取得して実際に天気予報を表示するマシンを作ってみましょう今回はオープンデータを取得するために Web API を使用します。 この Web API を使ってオープンデータがあるサーバーにリクエストすることでデーーータがサーバーからレススポンスされますこのことでサーバーからオープンデータを取得することが可能になります今回は気象庁のデータを Web API を使って取得することで自分のプログラムに最新の天気予報の情報を取り入れることが可能になります、Web、API を使えば 最新の天気予報の情報をもう獲得することができています。なのでさまざまなことがプログラムで実現できるんですが、今回は東京都の当日および翌日の天気予報の概要を表示するだけのプログラムを作りましょう。今画面に出ているのが Python で作った実際のプログラムのソースコードとある日に実行した結果になります。このプログラムを見ていただくと、あの開業を除くとたった六行で。 あの実行することが可能であるということがわかりますこれではこの後実際にプログラムを実行している様子を見てみましょうそれでは先ほど紹介したプログラムの実行の様子を見てみましょうまず簡単にプログラムの概要をあの話をさせていただくと1行目と2行目でリクエストと JSON の,のモジュールをここで使用するということを宣言しています でその後六6行目7行目8行目でそれぞれ天気概要のデータを獲得する手はずを整えて10行目で天気の概況を表示するこういったプログラムの流れになっていますで URL って書いてあるここの一番最後の 13○○○ この部分が各地域コードの番号に対応していますで今 13○○○ は東京都の,あの地域を指し示しているので このプログラムを実行すると東京都の当日と翌日の天気予報の外境を表示するプログラムになっています。で実際に実行してみるとこのようにあの東京都の当日と翌日の天気予報の外境が表示されます。またここの数字を例えば神奈川県であれば。 14000というようなコード番号になりますがこの状態で実行すると神奈川その他の地域の,あのコードにつきましてはコメントの方にあの記載させていただきましたのでそちらの JSON データをあの確認して自分で実際に実行してみましょう。また このままでは表題も何もないので読みづらいというところがあったりするのでプリント文を追加して適宜表題をつけるとそういった工夫もできると思います。情報科の授業では例題通りプログラムを作るというだけではなく問題解決のためのプログラミング問題解決をするっていう視点でのプログラミングが必要になります。 今回 Web API で天気予報の概要を表示するというプログラムを例に挙げましたが Web API は様々なものがすでに公開されています。で、様々な活用場面を考えどんなところで活用できるかということをアイデアを考えてプログラムを作ってみてください。検索として Web API Python というふうに検索をすると非常にたくさんのものが出てきますので活用場面に応じた API が見つかることでしょう。 また参考として奥村研究室のオープンデータと Web API、このページにも少しまとめられていますので、そちらを見て実際にプログラムを作ってみましょう。